うございます。今日はね、3月25ですね。今日はカメラマンさんの誕生日ということで、おはようございます。ありがとうございます。で、まあ実は昨日はね、で僕の誕生日で、昨日で26になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。早いですね。いや、まあいつもね、 YouTube 見てくれてる方もありがとうございます。まあね、試合はなかなか決まらなかったりなんで、まあ今年も分かんないですけどね。まあこれからもサーフィンの方を磨いてってね、試合に勝てるようにやっていきたいなと思います。まあ YouTube の方もね、まあ変わらずゆるく練習取れた時はこれからも上げていくんでね、まあ暇な時にちょろっと見てもらえればと思います。そうですね、今日は風がだいぶ弱くて、波もね、腹胸ぐらいあるって書いてあったんで、とりあえず和田の方に向かって、まあ南風なんで和田の方がちょっとざわついてれば、ちくらの方でもチェックしてやろうと思います。まあそんな感じで26歳初サーフィンやっていきます。着きました。風の影響はないですね。でもなんかちょっとまた地形崩れたかな。アウトで割れちゃってますね。花浜の方がいいのかな、ないかな。サイズはでも胸肩ないかな、胸肩ぐらいかな。天気はちょっとドヨンとしてますけど、やればできそうなんでちょっと考えてやろうと思います。ちゃんとハマってる？ハマってる。危ない危ない。
ていきましたね。結構ね、もう、なんだろう、割れる場所がね、すごいどこでも割れてて、ここだっていうピークがなかったからね、ちょっと難しかったけど、まあでも最後の方上げてきてちょっと良くなってきましたね。で結構風もね全然吹いてこなくて、最初逆に無風すぎて曇りだからさ、こううねりと空が一緒の色になって全然分かんなくて、ちょっと一瞬立つ時ウォッてなりましたけど、楽しかったですね。ツインフィンで久々に入って、ツインフィンは面白いですね。こうここ通れたセクションだとね物足りなさはなりますけど、こうすごい走るしドライブもいいし、いい練習になりますね。カーリングとか足の位置とかターンの、まあ人もねいなかったんでいいですね。こんな感じで今日は終わりです。お疲れ様です。